タクのお前ら、こんにちは。元 AKB48 のメンバーとして活躍し、初代総監督も務め、さまざまな意味で AKB48 に貢献した高橋みなみさん。これまでの芸能活動もさることながら、アイドル卒業後結婚したこともあって、プライベートの方もどうなっていたのか興味深いところではないかと思います。そんな高橋みなみさんの旦那とはどういう人物だったのでしょうか。高橋みなみさんのインスタに登場したこともあるといいますが、また高橋みなみさんが妊娠という説や、高橋みなみさんは子供を欲しがっているのかという話題についてもチェックしていきたいと思います。ここでは高橋みなみさんの結婚時のファンの反応も調べてみました。それでは早速ご覧ください。高橋みなみさんは2005年 AKB48 オープニングメンバーオーディションに合格したことによって AKB48 のメンバーになりました。2012年から2015年までは AKB48 の初代総監督を務めています。そして2016年に AKB48 を卒業しました。そんな高橋みなみさんは2019年結婚を発表したことによってファンを沸かせたのです。ちなみに高橋みなみさんが結婚を発表したのは平成から令和への改元となった2019年5月1日なのでした。当時は改元日の結婚である令和婚が流行ったこともあって、高橋みなみさんの結婚も当然のことながら一躍話題になったものです。さて、そんな高橋みなみさんの旦那というのはどのような男性だったというのでしょうか。高橋みなみさんは AKB48 の人気メンバーだったのみならず、 AKB48 の総監督も務めたこともあって、普通の AKB48 のメンバーよりも一層気になるところでしょう。実は高橋みなみさんの旦那は結構意外な人物像の持ち主なのでした。まず旦那は一般人であって芸能人や著名人ではありません。かといっていわゆる会社経営者などでもなく、普通のサラリーマンだったのです。 IT 関連の企業に勤務している会社員だとか。しかも年齢も15歳年上で、高橋みなみさんは2023年現在32歳のため、旦那は47歳だったのでした。高橋みなみさんと旦那は3年間の交際を経て結婚したものの、交際中にスクープされていて、旦那の顔も半然とはしないものの、一応撮影されてはおりました。ちなみに旦那の顔については池松壮亮さんに似ているという説もあるとのこと。もし事実であれば高橋みなみさんとはお似合いかもしれませんね。なお高橋みなみさんと旦那の馴れ初めですが、仕事の関係で出会ったということです。しかし2人が出会った当時、高橋みなみさんはまだデビューしたばかりで14歳なのでした。旦那は29歳だったことになりますが、当時は相手が現役アイドル、しかも未成年ということで、さすがに交際とはならなかったのです。がしばらく経って仕事で再会することになって、高橋みなみさんが2016年に AKB48 を卒業してから交際がスタートしたと見られていました。高橋みなみさんは AKB48 時代には特にスキャンダルもなかったため、かなり理想的な展開であると言えるのではないでしょうか。そんな高橋みなみさんの旦那は嫁のインスタグラムに登場したことでも注目を集めていました。高橋みなみさんは2022年5月、自身のインスタグラムに旦那と一緒に登場してファンから歓迎されることになったのです。しかもこの投稿で公開されたのは夫婦だけのツーショットなのでした。高橋みなみさんが旦那に笑顔で抱きついているというもので、本人が小柄で旦那とは身長差があるということもあって一層話題になったのです。ちなみに
旦那はここでも顔ははっきり出してはおりませんが、そうであってもその雰囲気的にイケメンっぽいことはちゃんと伝わってきました。この投稿で高橋みなみさんは、仕事を始めてから最も楽しんだゴールデンウィークだったとプライベートの充実ぶりを語っていたのです。なお高橋みなみさんと旦那はインスタグラムといえば、結婚時にはウェディングドレス姿でツーショットを披露したほか、2021年にも高橋みなみさんの30歳の誕生日を旦那が祝う様子も公表され注目されました。 AKB48 時代は模範的な存在だっただけに、卒業後もうまくいっていて何よりですね。さて2023年5月現在、結婚してから4年が経っていた高橋みなみさん、子供の方も気になりますが、どうなっていたのでしょうか。激婚する女性芸能人も少なくない中、高橋みなみさんをめぐっては妊娠、出産といった情報は今のところ入ってきておりません。とはいえ高橋みなみさんが妊娠したのではないかという話題は見られていたのですね。まず2019年、篠田麻里子さんの結婚式に出席した際、心なしか腹部が膨らんでいるように指摘され、妊娠説が飛び出したのでした。つまり説ですから事実ではなかったのですね。また高橋みなみさんは結婚後も芸能活動自体は続けていたものの、バイキングにおいてよくリモートで出演していたため、妊娠をしたためにそうしているのではないかと思われるようにもなったのです。しかしこれも事実ではなかった上に、石原さとみさんや戸田恵梨香さんなど妊婦なのに公的な場に直接登場するケースも珍しくないため、本人が発表してもいない以上過剰反応かもしれません。高橋みなみは子供を欲しがっている、妊娠、出産の情報はなかったものの、高橋みなみさんは自らの子供を欲しがっていたのでしょうか。調べてみたところ、子供を欲しがっている節はあったようですね。子供の予定を聞かれた際に、まだ何も考えていないとしつつ、前田敦子さんが母親になったことを挙げて、今後いろいろ考えていきたいと語っていたのでした。また高橋みなみさんは子供を見るととても可愛いと思うとも述べています。こうしたことを見る以上、高橋みなみさんのおめでたいニュースもゆくゆく入ってくる可能性はありそうですね。楽しみに待ちましょう。高橋みなみの結婚時のファンの反応。2019年、高橋みなみさんが結婚した際、 AKB48 時代のファンの反応はどうなっていたのでしょうか。高橋みなみさんはAKB48 総監督として苦労したこともあって、ファンからの反応は祝福するものが圧倒的に多数でした。めでたいというもの、幸せになってほしいというものなどなど、芸能人として引き続き応援していくというコメントもあります。他、前田敦子さん、篠田麻里子さん、小島ひなさん、板野友美さんとAKB48 の1期生と比較して、みんな結婚したり恋愛しているとアイドル時代を懐かしむ声もありました。もちろんこれからも高橋みなみさんの幸福を願う声は絶えそうにありません。ということで今回は高橋みなみさんについていろいろなことを取り上げてみました。高橋みなみさんの旦那は本人がメジャーなだけに芸能人や芸能関係者かと思いきや、全くそういう世界とは無関係な人物だったとは予想外のことでしたね。そんな高橋みなみさんの旦那は顔こそ伏せていたものの、本人のインスタに登場したということで、これからも動きが見逃せなくなりそうです。高橋みなみさんが妊娠ということはガセだったものの、子供を欲しがっている節はあったため、こちらにも期待しましょう。しかし高橋みなみさんは人望があることもあって、結婚時のファンの反応も賑やかでしたね。
公私ともにますます充実してくれればと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。